日本めちゃいいですよ。今回のキックオフ東海はゾノさんが以前から注目していたこの選手が、ディフェンスでいうとハチアレ選手、まあ、ディフェンスの今シーズン多分要だと思うんで、フィジカル的な部分と、まあ、ディフェンスリーダーになる選手だと思うので、ゾノさん大注目の韓国から来た熱き闘将、最終ラインを統率するハチャンレ選手が登場。最初に覚えた日本語は、うまい。実はかつて同じクラブに所属していたゾノさんとチャンレ選手、韓国トークで大盛り上がり。チュックがチャレ、キム・ジルバン競技場のあそこの、あーなかったのか。教えて J リーガー、東海地区のサッカーを全力応援。さあ、それではチャンス、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今シーズンからですか、日本に来たのは。で、超大げーです、ね、チャンス、どうですか、チャン選手。日本語の方は毎日勉強しています。最初に覚えた日本語とか、よく使う日本語っていうのは何かチャンス選手ありますか。よく使うのは特にないんですが、一番最初に覚えたのは、うまい。ああ、うまい。だからチュックがチャレ、マシス、こっちもマシス、はい、あ、マシスのうまい、はい、ああ、食べる方のうまいだ。チュックがチャレ、自然に韓国語を話すゾノさんですが、2002年東京ヴェルディを最後に J リーグから韓国の K リーグへ移籍。チャンレ選手が所属していたインチョンユナイテッド FC でもプレーした先輩なんです。インチョンにいたと思うんですけれども、僕も1年インチョンにいたんですよ。スタジアムの、なんていうんですかね、銭湯みたいな、あ、チムジルバン、チムジルバン競技場のあそこの、はい、知ってますか。僕がいた時はなかったんです。あー、なかったのか。スタジアムの下にあって、僕よく行ってたんですよ。あー、マジで。韓国話も尽きませんが、本題の質問に参りましょう。子供の頃、苦手なことがあった。はい、子供の頃にしてたマル秘トレーニングがあった。で、これがいいトレーニング法かは分からないんですが、もうあれ、そって子供の頃、瞬発力を喋り出した。プロになっても欠かさずに続けていることがある。試合前のルーティーンがある。対戦してみていい選手だなと思った選手がいる。J リーグに移籍してきて驚いたことがある。やっぱり韓国代表としてワールドカップに出たい。お茶目な一面も垣間見えたところで、詳しくお話聞いていきましょう。まずはこちら、苦手なことって何ですか。小学3、4年生からサッカーを始めたんですけど、リフティングを100回以上できなかったら家に帰れないルールがあって、それが本当に嫌いでした。あ、結構厳しかったんですね。できるか心配でしたが、結局家には帰れました。帰れた。でも帰るの結構遅くなったんですか。遅くなることも多かったです。きっかけは何ですか、サッカーを始めた。自分ではあまり覚えていないんですが、
サッカーをやりたいと僕自身が言ったと親から聞きました。おお、それはなんか見たりして影響を受けたんですか、サッカーは。もともとサッカーが好きだったし、通っていた小学校のサッカー部員たちが楽しそうにサッカーをしているのを見てやりたいと思ったんです。なんか子供の頃に、小学生の頃に見て影響を受けた選手とかいるんですか。今韓国代表の監督をしているホン・ミョンボさんです。僕が子供の頃、2002年の日韓ワールドカップを見て、韓国代表を初のベスト4に導いたミョンボさんのプレーが一番印象に残っています。ルーティーンがないというチャンレイ選手、その理由とは。僕は敏感な性格で深く考えすぎてしまうので、できるだけルーティーンを作らないようにしているんです。あれですか、キムチ毎日食べないですか。僕が韓国行った時にみんなキムチ食べるんですよ、試合前でも。だからキムチ食べてないかなと思って。あれが手汗やんち。ああ違う。試合の朝にチゲ食べてましたよ。表現なあっちめ。スンドゥブ。スンドゥブチゲも食べて。マジマジ。だから辛いからお腹痛くなって。はいはい、僕とかあとブラジル人でお腹痛くなってちょっと試合に集中できなかった。日本で好きな食べ物なんですか。よく食べる。くにゃん。うなぎらん。はい。で、トンカツを가장좋아하는것같아요。休みの日何してるんですか。チームメイトの京太やシオン、ケネとよく出かけます。食事に行ったり、温泉に行ったり。あ、温泉ね。 K リーグの選手は何してるんですか。 K リーグの選手は僕はよく釣りに行っていました。日本では行ってないんですか、釣り。まだ一度も。知らない場所で釣りをして捕まったらどうしようと思って。そっかそっか。今シーズンから J リーグに移籍してきたチャンレイ選手、グランパスサポーターの存在が戦う原動力となっていました。まず最初に驚いたことは、韓国ではトレーニングウェアやスパイクなど選手たちが持っていくんですが、J リーグだと試合に必要なものは全てチームが用意してくれるので、私物だけ持っていけばいいということにとても驚きました。そこは多分違いますね、そこはスタイルが。そして一番驚いたのは、スタジアムに向かう道中とピッチに立った時でした。スタジアムに向かう途中のバスの中から本当にたくさんのサポーターが詰めかけているのを見て、とても驚きました。特に町田線は、バスの中からスタジアムに向かって歩いているサポーターたちを見て、本当に夢を見ているようでした。実際にピッチに立ってスタンドを埋め尽くしたサポーターを見て、感動しました。それはスタジアムに行くとき毎回感じることですし、そういう景色を見てもっと頑張って J リーグで長くプレーしたいと思いました。ちょっと違うなと思いました。瞬発力とか予測できないプレーが多かったです。チャンレ選手が衝撃を受けた J リーガーとは一体。こんにちは、お疲れ様です。ありがとうございました。ナンバーワンは誰だ。キッチングランドバッグ。番組オリジナルコースで争う小学生対抗のタイムアタックバトル。3メートル間隔に置かれたポールをリフティングしながらすり抜ける合計30メートルのコース。リフティング王に輝くのは誰だ。今回の挑戦者は FC セントリア生田羅です。6年生です。折り返しとかが難しいと思います。絶対優勝してみせます。
FC セントレア、ゴールキーパー背番号1、生田ラオ。さあ始まりましたリフティングタイムアタック。いきなりいいペースで右足でリフティングを進めていきます。ゴールキーパーながら華麗な足さばき、ちょっともたついたが難しそうだと語っていた折り返しのところも難なくクリア。さあまたスピードに乗って長い足を生かした大股のリフティング。さあこのままいけるか。このままミスなく最後まで走り切りました。難関の折り返し地点もミスなくクリアし、終始リズムよく駆け抜けゴールしたラオ君。これは好タイムが期待できそう。40いかないぐらいだったと思います。ラオ君のタイムは24秒70。いやまさかそんな早いとは思ってなかったです。 FC セントレア生田ラオ君、見事3位にランクインです。先月26日、俳優の鈴木亮平さんが出演するメガビッグの新 CM 発表会が行われました。メガビッグは一等の最高当選金が日本くじ史上最高額の12億円。鈴木亮平さんが12億円当たったらやりたいことは、プライベートビーチを買う。一緒に行きたいですね。詳しくはメガビッグで検索。名古屋グランパスはルヴァンカッププライムラウンド準々決勝第2戦、 FC 岐阜はアウェーでさぬきとの一戦。やばいが、そうですね、もうやばい、大丈夫ですか。